まあ自分自身、スタメンであってもえベンチであっても常にいい準備ができてますしそうですねえこの間の試合もしっかり自分のいいパフォーマンスができたかなというふうに思ってますまあ自分の持っている力はしっかり出せたと思いますけどもっともっとできると思うしえ自分の力をもっと出してチームに貢献したいなというふうに思ってまいまは自分のす。 えー、球際、走ること戦うことっていうのをしっかり出しつつ、えー、攻撃にどれだけ絡めるかっていうところを意識してやっているので、まあ、フィットできていると思ってます、えーまあ、遅れて合流しましたけども、まあ、少しずつコンディションも上がってきてますし、えーまあ、先ほども言いましたけどしっかり準備ができているので、えーまあ、今は90分できるコンディションになってきているなというふうに思ってます。監督は相手によって システムだったり戦い方だったりっていうのを変えていくと思うので毎週、えー、しっかりいい準備をしないといけないと思ってますし毎回の練習で集中して監督の意図っていうのをしっかり組めるように頑張っってていいきたいなと思ってます、まあ、今、なかなか勝てていない状況ですけども、えーまあ、監督も変わってチームの雰囲気もガラッと変わったので、えー、この先、結果が待っている。 っていう風に思ってますし。しまあ、自分もそこにしっかり貢献していきたいなっていう風うに思ってます。そうっすね。まあどんな状況でもしっかり、えー、準備して。毎回の練習、毎回の試合で全員がしっかりポジティブで戦っていければいい結果が待ってると思うので、まあ、僕は常にポジティブでいようっていう風には心がけています。まあ、昨年に引き続き、えー、今年もチーム内の雰囲気だったり、えー、ロッカールームでの雰囲気はとても。 いいいと思いますしみんなで会話してそうです、ね、楽しむ時は楽しんで、えー、真剣にやるときは真剣にやるっていうふうにメリハリができてると思うのですごく雰囲気はいいなっていうふうに思ってます。